你好、日本の皆さんこんにちは、トントンです。またお会いしました。いきなりですが問題です。これ何でしょう。中国のあるものの消費量のことなんですが、ヒントは大人ならばほとんどの人が、味わったことがあると思います。何でしょう。正解はビール。中国は国別ビール消費量が18年連続でなんと世界1位なんです。あんまりビールのイメージはないので驚きですよね。中国といえば紹興酒とか白いお酒と書いて白酒ならわかると思いますけど、ビールはないでしょう。人口が多いからかな。ビールといったらおつまみは必須ですよね。日本にも枝豆や唐揚げなどいろいろあると思いますが、中国にもおつまみにおすすめの料理があるんです。特に酒飲みに大人気なのがアヒルの舌のおつまみなんです。今日はそんなつまみを実際に料理してお酒と一緒に食べたいと思います。では早速作りましょう。本日の食材を紹介していきたいと思います。調味料はこちら、ロリエ、シナモン、氷砂糖と八角、味付けは濃い口の醤油になります。お待ちかねのメインの食材はこんな感じです。初めて見るでしょう皆さん。そう、これがアヒルの舌なんですよ。いつも食べてる牛タンと全く違うものに見えると思いますが、一応これがアヒルのタンですよ。見た目はちょっと気持ち悪いかもしれませんが、私の腕でこれから美味しく調理していきます。